今回も動画の方の撮影をしていこうと思います。今回は今話題になってる渡部さんですね。よくテレビに出てるタレントの渡部さん、芸人ですか、芸人の渡部さんですけれども、悪くないと思いますね。なぜならば、悪くないっていうか、正確に言えば、結婚してる相手、佐々木、な、何、えーって誰でしたっけ？佐々木希さんと結婚したことで有名でしたけど、それはもちろんね、相手には責任を取らなきゃいけないっていうのはもちろんあると思いますけど、でもだからといって別に世間が彼をバッシングする必要はないし、自粛する必要もないと思いますよ。それこそね、いろいろ自由ですからね。いろいろ別にそんな放っておけばいいんですよね。そんなみんながその扱ったらね、どんどんね、渡部が有名になっちゃいますよね。だったら、放っておけばいいんじゃないですかね。多分これからね、いろいろ騒ぐことになると思うんですけど、いろいろ出てますよね。なんだっけ。多目的トイレと、あとなんだっけな。いろいろ出てますね。AV 女優報道っていうのも出てます。やってしまったんだなっていうふうに思いますけれども、別に何の感想もなくですね。もともと、なんて言うんだろう、結婚制度自体に合わない人もいるんじゃないですかね。というか、そんな人間そんな綺麗じゃないんで、少し汚いとか出るもんだと思うんですけどね。そんな完璧な人間なんて世の中に何人いるんですかっていうふうに考えると、今回の問題は別に何ら問題ないんじゃないのっていう、別に世間的に見れば問題ないっていうふうに考えられると思います。もちろん、期待を裏切ったという意味では、配偶者の方にはしっかりと責任を果たさないといけないっていうのは確かにありますね。それは確かに、あるんですけれども、世間からね、お前何佐々木希と結婚しといて、何不倫してんだって言われるような筋合いはないと思うんですよね。だってその人関係ないですからね、別に。それは個々人の自由でしてね、自由を最大限認めてあげないとね。っていうか、芸能人だからって本当なんていうの？縛り付けすぎじゃないですかね。もっと、自由にっていうか、芸能人だけじゃなくて、結婚制度自体がね、意味がないっていうか、意味がない人も別に結婚しなくたっていいんじゃないんですか？別にね。昔からそんな不倫なんてよくあるもんですから。だし、そんなね、もともと人間が綺麗なもんじゃないっていうのは、そんなのはもうね、たかが知れてるっていうか、もうすでにみんな分かってるはずですよ。そんな、いろんな人がね、みんなそんな汚い人ばっかなんじゃないんですかね。もう綺麗さを求めるっていうのが、なんていうの、傲慢というかね、ここまで行くと、なんていうの、本当に、求めすぎなんじゃないですかね。ですから、悪くないんじゃないかなというふうに考えるんですけれども、批判してる人も結構いますよね。いいんじゃないですか、もう好きにやらせておけばね。そんな他人のことを気遣うよりも、まず自分のことをね、もっと幸せになること考えた方が、もっと人生のためにいいんじゃないですかね。世の中の主婦の皆さんとかね、よくワイドショーとかそういうの見てますけど、やっぱもっと自分のね、幸せのことをもっと考えていくといいんじゃないですかっていうふうに、僕としては思うんですけどね。で、週刊誌もいろいろ赤裸々に書いてますけど、こんなん知らないよってね、興味ないですよね、そんな。私、僕が思うにね、その何、嫉妬ですか？嫉妬の感情っていうのはね、最も、なんて言うんですか、醜いもんだと思いますよ。ね、そんな嫉妬するなんて別にいいんじゃないですか、もう。嫉妬なんてそんな、一番妬むべき感情じゃないですかね。そんなの表に出すなんてもう見てられないですよね、僕からしたらね。恥ずかしくて。
そんな恥知らずなこと僕できませんよね。あんな妬みなんて思って出せませんよ。でもね、そのツイッター上見ると妬みをね、もう吐き出してる人がたくさんいるわけですけど、そんな別に妬まなくてもね、他人のことなんですからね、もう好きにやらしとけばいいんですよね。よくわからないですね。もっと、ね、自分の幸せのことを考えていろいろ、だったらその妬む時間を使ってお金稼いだらいいんじゃないかな、なんて思うんですけどね。まあ本当に今回はまあこれぐらいにしようと思います。まあチャンネルの登録の方をお願いいたします。まあ今回はアンジャッシュ渡部の不倫問題について語っていきました。ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。